こんにちは、ドッグトレーナー翔吾です。はい、今日の質問は、寒くなってきたので布団に入りたがります。犬と一緒に寝てもいいですか？はい、ワンちゃんと一緒に寝たくなる、人肌恋しくなる季節になってきましたね。わかります、寒いしね、ワンちゃんあったかいしね、人もワンちゃんも一緒に寝るとね、あったかいから一緒に寝たいなっていう気持ち出てきますよね。ここに対して私の返答っていうのは、 OK でもあるけどもダメでもあるよねっていうところで、これもねちょっとね詳しくお話をしていきたいと思います。ワンちゃんたちの中には人と一緒に寝ることに向く子と向かない子がそもそもいます。これはねもう教えたからとかではなくって、本人たちがどう感じるかって思うところが重要になると思うんですよね。例えば人と一緒に寝たいからベッドに入ってきたいっていう子もいます。ただ人と一緒に寝たいわけじゃないけど、寝心地のいいベッドが欲しいっていう子もいるんですよね。例えば寝る部屋に行ったりすると、先にワンちゃんがベッドの上にバーンって乗っかって、一緒に寝ようと思って入ろうって怒られるとかね、ここは俺の場所だぞ、私の場所だぞって言われるみたいなね、そういうパターンもあったりします。なので一緒に寝たいわけじゃなくてベッドが欲しいとかね、そういう子たちも中にはいたりするし、また一緒に寝たいんだけど寝てる時に動いたり触ったりすると噛まれるねなんていうこともあります。なので噛んでくる子とかうなってくる子に関しては、一緒に寝るっていうことはまあ向かないんじゃないかなとは思うんだけども、ただその子がね寝心地のいいベッドが欲しいっていうことだったら、今のベッドじゃなくて寝心地のいいベッドを買ってあげようかなみたいなところの配慮は必要かなと思うんですけども、ただ一緒に寝たいっていうだけで平気で一緒に寝られる子もいます。そういう子たちはね、一緒に寝るのは別に悪いことではないんじゃないかなって思うんだけども、大事なところは、私たちも体調を崩したりとか、またお出かけするときに預けたりすることもあるよねって考えると、一番大事なところっていうのは、一人でも寝れるっていうのがやっぱりちゃんとできるよねが大事になってくるんじゃないかなと思っていて、一人でも寝れます、家族と一緒にも寝れます。つまりは家族と一緒に寝れるのがラッキーで、一人で寝るのが普通っていう状態が一番私はいいんじゃないかなと思っていて、毎日一緒に寝てあげて家族と一緒に寝るのが当たり前になっちゃうと、一人で寝ることが寂しいになっちゃうと、ちょっとワンちゃんもかわいそうかなって思うところがあって、もちろんね一緒にずっと寝続けてても、今日は一人寝って言っても全然パッて寝られますとかって、これは全然構わないと思うんです。それはね、それはそれでいいと思うんですけども、なのでケースバイケース、その子その子を見ながらやっていくっていうことが非常に大事になってくるんじゃないかなと思いますので、特に一緒に寝たからトレーニングでどうこうとかって、しつけで人が上出したらみたいなのがちょっと変わっちゃうとかね、そんなことはないと思うので、別にしつけやトレーニングの観点でいくと、いや別に一緒に寝ることに対しては問題はないんじゃないかなって個人的には思っております。ただですね、もう一つ危険なところが、人間の体調に出る時があるよっていうことね。もちろんワンちゃんと一緒にお布団の中で寝るってなってくると、ワンちゃんたちって体にね少し汚れがついてたりすることもあるよねっていうのはあると思う。それが顔のところでねズリズリやったりとかするわけじゃないですか。その状態で顔の近くで寝たりすると、人も体調悪いなってなった時にワンちゃんと寝るのやめたら体調が良くなるなんていう方もいらっしゃいますので、どうしても寝たい方はね、毎日ワンちゃん洗っちゃったりするとちょっとね皮膚にも紐にも良くないので、ボディシートみたいなのでね体を軽く拭いてあげるとかね、そういったケアをしてあげると、一緒に寝る際にもね体調不良にもなりにくいんじゃないかなと思いますので、一緒に寝てもいいんですけどね、ただ人とワンちゃんの様子とあとは体調に合わせてやっていただけたらいいんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんもね気をつけながら一緒に寝てあげるようにしてみてください。はい、というわけでね、別に私は無理して一緒に寝る必要性もないと思ってはいます。ただワンちゃんがね一緒に寝た方が落ち着く、もしくは一緒に寝られることがいいよねってなるんだったら、そういった時間を取ってあげても構わない。ただそれがいつもになっちゃうと、それが当たり前じゃなくなった時にワンちゃんたちには大きなストレス、また大きな寂しさが降ってくるよねってなると、そういったストレスを与えるっていうのはワンちゃんたちには良くないんじゃないかなと思いますので、必ずね何でもそうなんです、絶対一緒に寝るとか寝ないとかじゃなくって、何事もほどほどが私は一番いいと思いますので、ぜひ皆さんもねうまく調整してやってみてはいかがでしょうか。